失点していますけれども、ちょっとこう失点の仕方が悪い、はい、西川から大好き西川のパント、さあここから早くいいフィードをしてきま す, いやす、ね、これがね素晴らしいですよね。前節の先制点は橋岡の2本連続の、まあ、ワンタッチの縦パスから生まれた、まあ、今日はアーリークロスニアを狙ったボールが非常に多い神戸です。いやいいボールですね西川、このね西川のボールっていうのは見事ですし、西川がアイキックできるの分かってますからね。ばかりです、小田裕太郎、アカデミー出身のルーキーです。抜けてきた興梠だ、興梠前川シュート、どっちでしょうか、この西川のフィード1本、これやっぱり浦和にとっては西川のフィードっていうのは大きな武器ですね、はい、西川から長いボール、ゆるきが裏抜けている、トラップ、ナイストラップから持っていってキーパーかわして、ああ流し込まないけれども、これ素晴らしいキックですね、はい、いやでもこれすごくよく触りましたね。ご覧になってますか。そうですね、まあこれでハーフウェイまでセレッソはだと、さすが西川早くて強烈がすでに90分を過ぎています。さすが西川、ランナーのパス、コロキ作って、まあ、例えば山中みたいなところにボールを預けられるかということは考えていると思いますね。はい、サビもチェックに行きます。マルティノス、中は杉本対庄司ですね、はい、非常にコロキのタッチからボレー、イメージ通りのゴールです。いいです、西川の振ったボール、いいポストプレー、慌てる必要ないと思いますけどね、はい、西川から杉本へのボール、いいボールですね。この時間帯によって変わると思いますけどね、はいはい、ここも長いボールが竹富に入ります。この西川のフィード、杉本から右が左、ベンチのシミッチの顔が映りましたが、はセンターバックは今日トーマス・デンと鈴木大輔です。前線にヌルキを走らせる、牧野のヘディングです。よく知った2人のマッチアップが見られました。そして一気にチャンス、西川からのパント、選手の、ね、このフィード能力ですよね、めちゃ増えてますね、あいいキックですね。で今のも、まあ、同じようなイメージですけどね、ちょっと距離が近かったですけど、はい、まあ、2人でいろんな話を多分してた。杉本へのパント、うわこれを届けました、町田大和のヘディングだ。彼だったら止められたかもしれないですね、止めて打つ、はい、あはいはい、うわ 西川来ました、この超高速のパント、はい、まあ、ちゃんと敵から離れたところにボールが行きますし、はいはい、キープしやすいですよね、はい、